ジョイン。よしきん TV エブリデイ。期待に応えるふるさとの自信作。鹿児島黒毛、鹿児島黒牛日本一渡辺牛直売店。牛は牛って読む可能性もあるけど、まあどうでもいいか吉田でございます。まあ毎回同じじゃねえかよ疑惑を自分自身でも感じてはいますが、ふるさと納税で牛肉をまたまたゲットしたのでただ食うだけ。川鍋牛ってのは南九州市で生産された A4 ランク以上の牛肉らしい。まあいろんなブランド牛ってありますけど、聞いたことないマイナー系ですよね。群馬の上州牛と同じような感じかな。牛タンとハラミのセットです。4万円のふるさと納税の返礼品ですが、まあそう考えるとちょっとコスパ悪いよねこのふるさと納税。今回もらったのが焼肉用の肉なので再び焼肉をやります。焼肉ってダイエットに最適なメニューなのでよく食います。肉以外の具材はスーパーで買ってます。玉ねぎはヒットポイントが高い野菜なのでぼっちには便利な野菜ですよね。なかなか腐んねえし、包丁いいやつ使ってるよな、金持ちだよなってコメントされるんですけど、こんなの近所のスーパーでよく売ってる関孫六ですよ。2000円くらいで売ってる安物の定番。俺のぬくもり。群馬県に引っ越すと分かりますが、マジで群馬ちゃんだらけなんですよね。あっちこっちに群馬ちゃん印刷されてるんですが、全然ヒットする気配は感じません。あとタケノコが売っていたのでなんとなく買いました。焼いたらうまいかなと。なんか白っぽすぎてイマイチな感じはするけど、まあしょうがないね。肉は半日くらい冷蔵庫に入れておきましたが、ガチガチなので800ワットで48秒加熱しました。いい感じですね。メインチャンネルのラストシーンを撮影した状態で放置されているので軽くお片付け。パソコンデスク焼肉とか一時期言っていたけど、あれ片付けがめっちゃめんどいので作業付け焼肉へ変更です。まあそろそろこの焼肉ネタも終わりかな。まあまあ無理だよね、いつも一緒だもん。4枚のふるさと納税としてはしょっぽい気もしなくもないですが、ハラミって人気部位らしくて手に入らないです。国産牛のタンもあまり売ってないよねスーパーでは。群馬の食肉卸売場の直売店でもハラミだけはめったに売ってない。人気ですぐになくなるらしいです。独特の食感で美味しいんですよねハラミって。タレはニンニクポン酢です。ご飯レスなのでポン酢がちょうどいいよね。焼肉のタレだと飯が食いたくなるので危険です。あと吉田といえばネギ。牛肉だとハラミの次くらいにタンが好きなんですが、これは結構分厚めですね。個人的には安い焼肉屋で出てくるペラペラなタン塩が好きです。ペラペラをガリガリに焼くのがうまい。厚切りタンは独特のゴムみたいな食感がするのであんまり好きではないですね。まあ普通にうまいです。焼肉雑談をしますかね。また吉田さん基本飯食って寝てるだけの生活なので特に喋る話題ってないんですよね。非常に残念なおじさんで全く充実していない人生を送っております。なので喋ることもあんまないんだけど、会社辞めた直後の話でもしますかね。会社辞めた直後、3年前かな、その時は精神的に崩壊していたので1ヶ月くらいは何もしなかったです。ただね、さすがに1ヶ月もすればうつ状態からは復活しました。会社行かなくていいっていう気持ちがね、うつを治してくれる。その後は数ヶ月間をかけて群馬県内の有名な観光地に行きましたね。世界遺産の富岡製糸場にも行きましたが、まあぶっちゃけ何も面白くなかった。ただの古い工場を見るだけで、なんでこんなのが世界遺産なんだよって思ったよ。世界遺産ってめっちゃいっぱいあって、全世界で1100カ所以上、日本にも27カ所あるらしい。ちょっと多すぎるよねさすがに。個人的には各国 1,2 カ所だろうって思うけどね、世界遺産なんだから、世界の遺産だから。群馬県内の観光地ってあまりありません。検索すればわかりますが、温泉くらいしかないんですよね。名所とかあんまないし、あったとしてもしょぼすぎてわざわざ時間をかけていくようなレベルではなかったかな。イニシャル D の聖地というか山奥にある湖にも行ったけど、まあただの公園だよ。いいか悪いかは別にして、山道はタイヤ痕だらけで、いかにもレースしています、ドリフトしていますみたいになってる。実際にスポーツカーみたいなのに煽られたし、豆腐店仕様の86もいました。映像はハラミを食おうとしているところ。ハラミって普通の部位と食感が全然違って、これがたまらなくうまい。この肉がいいものなのか悪いものなのか知らんけど、めっちゃうまいです。スーパーでハラミ売ってると嬉しいんだけど、全然売ってねえんだよね。ちなみにライスはないですが、その代わりに巨大なサラダを送ってます。さすがにご飯がないと腹持ちが悪いので、こういう野菜を大量に食ってごまかさないと無理。ジョイン金色のやつ。
タケノコはかなりうまかったです。焼肉具材としてありですね。で話は戻ります。群馬県内の観光地巡りも飽きてきて、その後秋葉原にも行ったりもしました。でもね、毎日のようにどっか行っていれば飽きてきます。旅行ってたまに行くからいいのであって、毎週行ってるとめんどくさくなってくるんですよね。その後はブロガーとしてアフィカス活動をして金を稼ぎつつ野鳥撮影にハマっていきます。ガチ勢ではなくライト野鳥撮影家、ライト野鳥写真家だったので手持ちで撮影。特別なところにも出かけなかったです。近所の公園で散歩しながら鳥がいたら撮影する、そんなスタイルでやってました。三脚も使ってないよ。どっちかというと運動目的で野鳥撮影していた感じかな。ダイエット代わりに 1,2 時間歩いてるので、そこそこいい運動にはなります。野鳥撮影も問題があって、夏場は暑すぎて無理でした。群馬は死ぬほど暑いんで死んじゃうし、鳥も暑い時期ってあまりいません。標高の高い山奥とかに引っ越ししているらしいです。涼しいからね。それが仕事を辞めて1年目。ブロガーとして生きていくとか調子こいていましたが、まあいろいろあってブログがオワコンになります。月収7万円くらいまで落ちたかな。会社員時代の貯金がある程度あったので、貯金を食いつぶしながら生活。あとは仮想通貨ブームの到来で結構儲けさせてもらったので、それでなんとか生きながらえたといった感じでした。仮想通貨ブームがなければ、おそらく金が尽きて派遣社員とか最悪フリーターになっていたと思います。ちなみに仮想通貨売買やマイニングよりも仮想通貨のアフィリエイト、具体的に言えば財布の登録勧誘で月100万円以上儲かってましたね。まあそれも長く続かないんですけどね。コインチェックというクソが数百億円のハッキング事件を起こしてオワコンになります。その事件直後にほぼアフィリエイト報酬が発生しなくなりました。それが仮想通貨バブルが崩壊した瞬間ですね。ちなみに吉田は仮想通貨バブルが崩壊する気配を感じた時点で全ての仮想通貨を売り払いました。なのでそこまで被害はありません。コインチェックじゃなくて財布を使ってたってのもありますけどね。余談ですが、吉田は40万円くらいの日本円だけで運用していましたが、最高で評価額は1000万円を軽く超えてましたね。ただその後の暴落で確定時は大した額ではなかったです。ジョイン。ちょうど2年前に今住んでる借家に引っ越します。理由は住んでいたアパートが遮音性が全くなかったから。上の階に子供連れの家族が住んでいて、マジでうるさすぎて何回ブチ切れたか分かりません。あまりにもクレーム入れすぎて不動産屋にクレーマー判定されて、駐車場の幅を勝手に狭くされるなどの嫌がらせを受けて引っ越ししました。まあ不動産屋からすればクレーム入れるやつのが厄介というかムカつきますからね。個人的にはあの子連れ家族は限度を完全に超えていました。一日中子供が家の中で走り回っていて、ドン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 ってなってました。しかも上だけじゃなくて隣の部屋は喧嘩がひどかったね。夫婦喧嘩し続けてたよ。夫が嫁を殴っていたと思います。すげえ音がしていたし、警察を呼ぼうかと思ったことも結構ある。まあね、激安アパートの民度ってそんな感じだよ。絶対やめた方がいい。ちなみにその夫婦はもう出ていくって嫁が叫んだ後引っ越していったので離婚したんだと思います。 YouTube を始めたのは引っ越す直前。古いアパートでゲーム実況を始めたのが吉田の YouTuber 人生の始まりです。吉田遊戯場っていう全く更新していないゲームチャンネルがありますが、もともとはあそこにマインクラフト実況を投稿してたんですよ。今は消してないけどね。吉田製作所よりも吉田遊戯場のが歴史が長いんですね、実は。ただすぐやめちゃいます。遮音性の問題からさすがに大きな声が出せないので、ゲーム実況は厳しかった。あと再生数が終わってるのでやる気がしなかったってのもあるね。まあ現実的な問題からブログだけで生きていくのは厳しいと感じていたので、 YouTube はやりたかったんですよね。そんなこともあって新しい家に引っ越しした後、ものづくり DIY チャンネル吉田製作所を始めるわけです。最初は引っ越した直後だったので木工などの DIY 的なものを出していましたが、すぐに自作 PC にジャンル変更。個人的に自作 PC も DIY の一種だと思ってるので、未だにものづくり DIY チャンネルを名乗っていたりしますけどね。YouTube 自体は4月から5月くらいに始めたのかな。その年の11月くらいまでは大赤字を計上。利益が出ないどころか毎月数十万円の赤字を出していたこともあります。特にライゼンスレッドリッパー 2990XX の動画を出していた時は、マジで破産寸前でした。収入ほぼゼロで貯金が100万円切ってたからね。でもスリッパ PC が奇跡的にヒットしたこともあって、 YouTube の赤字が黒字に転換。 YouTube の収益だけで生活できる水準になったのがちょうど1年前かな。実は吉田さん YouTube2 年もやっていません。1年ちょいなんですよね、実は。
で YouTube 生活2年目が運が良かったのか知りませんけど、順調に登録者を増やしつつ再生数も良好だったこともあり、今は比較的安泰な状況かな。まあこれがいつまで続くかは不明。バンされるかもしんないし、逮捕されるかもしんないし、吉田がオワコンになるかもしれないし、炎上するかもしんないし、 YouTube 自体がなくなるかもしんないし、 Google が倒産してなくなるかもしれないです。未来は不明ですが、まあ細かいこと気にしていてもしょうがないので、まあ、なるようになると思って言っています。正直吉田さんは太りすぎていて短命だと思ってます。あと少し稼げればそれで十分説あると思います。以上で終わります。